払ってりゃ問題ないんじゃないの。昨日お前のママンが学校に来て頭下げたんだってな。息子を辞めさせないでくれと必死だったんだろ。見苦しい。大体おかしいと思わないか。お前のママンの収入でなぜ学費を払えた。説明できるか。デイビッド・マルティネス、どうやってお前のママンはアラサカアカデミーの学費を稼いでる。ナイトシティで底辺の奴らが不当な利益を上げるとしたら方法は一つ。違法なことしかないんじゃないのか。バカらしい。待て、話は終わってない。知るか。安い格闘チップ入れてるな。フリーのか。100番台のストロングアームと専用カンフーチップのコンボは最高だな。素手とか舐めすぎだろ。リベンジしたければもう少しマシなインプラントをインストールしてこいよ。無理なら学校やめろ。